はい、本日のウイコレは、来ましたね、スペイン代表とポーランド代表。特に、まあ、ポーランドはね、レバンドフスキが強いですけども、特にスペインが非常に強力なカード多いなという印象です。なのでね、早速ガチャやっていこうと思うんですけども、PB はね、まあ、ガーディアンが来るまでちょっと貯めとこうかなと思ってはいて、まあ、今3000ちょっとあるんですが、もしかしたらね、今回はちょっと引いちゃうかもしれないですね。ただ、本日はね、ガチャ券を使っていこうと思います。まあ、このね、確率券、10%、30% とか、まあ、あとは星4のね、ガチャもちょっとあるんで、その辺もね、引きつつ、ラストの方にはね、星5確定などを数枚引いていこうかなと思います。今回はね、ぜひ、スペイン欲しいですね。特にディフェンス強化がしたいので、今回は熱い、新カードかなと思います。それでは早速ね、星4から、まあ、この辺をちょっと、まあ、金ボール蹴れないと思いますけども、やっていきたいと思います。はい。まあ、蹴れたらね、ラッキーぐらいな感じですね。さあ、この辺はね、サクサクやっていきましょう。まあ、ライジングスタジアム、次来るイベントの、特攻にもね、なるので、スペインとポーランドは。まあ、そういった意味でも欲しいですね。はい。さあ、どっかで金を、惜しいね。蹴って欲しい。はい。さあ次、銀、あ、はい、星4確定は、あと2枚ね、蹴っちゃいましょう。ああ、いっちゃいましたね。まあまあまあ、流れてるっちゃ流れてる感じですね。はい。まあ、こっから蹴るのは相当な確率でしょうね。はい。ラビオ。はい。さあ、星4は、これ最後にしましょうか。はい。次はね、確率券いきたいと思います。はい、うん、はい、セルティックですね。さあ、では 10% からいきましょうか。まずはサポーターゲームのギフト報酬 10%。 さあ、どっかでね、 10%、30% の中でどっかで金蹴ってくれると嬉しいですね。はい、残念。まあ、それでも星4でもね、新ナショナル来れば、あ、と言っていたら、はい、ナショナル2022スペイン来ましたね。エリック・ガルシア。これも多分特攻になるよね。うん、はい、ありがたい。さあ、同じく 10% いきましょう。はい、お、ナイス金来ました。さあ、星5。頼む。どっちかの国で来い。あ、99。あ、ナポリですね。まあ、新、ニューカードではありますけども。はい。ピンポイントタックル、インターセプト。まあまあまあ、ボランチで使うにはね、まあ、いいのかな。でも、攻撃と守備が同じぐらいなのか。あ、で、どっちも高いわけではないと。まあ、ちょっと使いづらそうですね。タイプはスタミナか。はい。さあ、次行きましょう。まあ、金蹴れたのはね、ラッキーかな。はい、10% 行きましょう。あそこを蹴っていこう。おーっと、全然流れてなかった。はい。まあ、こんな時もありますね。さあ、まあ、星4でもね、いいんですよ。スペインかポーランド来ればね。はい。それだけでも OK も。お、え、グレード100来た。あ、星5じゃん。あれ、もしかして金旗でした？あれ、見てなかったな、旗。はい。パトリックシック。あれ、これ売っちゃったかな、どうだったかな、ちょっと覚えてないですね。はい、それでは、引き続き 10% いきましょう。緊張の瞬間、さあ蹴ってくれ。はい、次は、はい、はい、めちゃ見てきました。はい、電気か。さてさて、 10% はまだありますね。もうこれ最後にしましょうかね。 10%、 はい。お、ナイス、星5来た。すごいっすね。 10% から2回引けたのはすごい大きいっすね。これはさ、グレードは101。あー、モラタね。はい、モラタはね、このカードでちょうどキラがありますね。はい、フュージョンさせましょう。さあ、続きまして 30% いきたいと思います。はい。
さあ 10% でね2枚ゲットできたんでね、それ以上ちょっと欲しいかな。まあ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 仕方ないね。新カードの星5欲しいね本当に。はい、フランスもね次あたりですかね来るのね、2022のフランス、それもねちょっと期待ですね。はい、 30% 続きましていきましょう。はい、うわー逆に 30% は厳しいですね、なかなか出てくれないね。はい、速攻は今のところ1枚だけですね、やばいな。はい、 30% これ速攻いきましょうか。はい、うー厳しい30% なのに、まあでも確率はねそういうもんなんですよね。はい、はい、 30% いきましょう。はい、あ、金旗来てる、金旗来てる気づくのが遅い。おっと、あ、カットインまで入った、これは期待できる。グレードは107。おー、デヨング、デヨング嬉しい。これは、はい、プラスルトルクモーター、うわめちゃくちゃ嬉しいっすね。まあ使うかどうかはちょっと置いといて、ありがとうございます。デヨング来ました。はい、いや突然だったね今、金旗からのカットインでした。続きまして 30% いきましょう。うわその分ねちょっと蹴れないですね 30% なかなかね。まあまああの一発大きかったからよしとするか。あ、ポーランド来ましたね。さあこれも特攻になるかな。はい、エースストライカーヘディングシュート、はい、C4 ですね。さあそろそろ最後にしようかな 30% は。はい、ラストいき、おっと整理していきましょう。はい、それではね 30% ラストいきましょう。さあ旗はね赤です、いきましょう。うわー、はい、ということでね 30% からは1枚しか切れませんでしたね。ただね非常にいいカードはゲットできたんで、まあよしとしましょう。はい、フランス、まあ次回ね多分フランスそろそろ来るんじゃないかと思うんでね、この辺はまあ売ってもいいんですけど、ちょっと残しとこうかなと今のところはね考えております。はい、それでは星5確定ガチャいきましょう。4枚いきます。はい、4枚、この4枚の中からスペイン、あとはポーランドね来てほしいですね。ということで1枚目、金旗来い。金旗はないけども、まだまだわからない。さあ行ってこい、さあいい選手取ってこい、来い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 、100は超えて来い、100は超えて、なあ、おお、初ゲットグリーズマン。まあ、次回ね多分2020に来ると思いますが、ドロップシュートにオフェンスブレイク、これはどうでしょうね。まあセカンドトップとかトップ下あたり、まあでもパススキルはないからね。でドロップシュートもね結構角度ないところからまあ、ね、よく発動するっていう話は聞きますけど、うちのメッシなんかはね普通にペナルティエリア入ったぐらいのね斜め45度とかから普通に打ってくれるんでね、結構ねまあトップ下とかセカンドトップでもねいけるんじゃないかなと思いますけどね。はい、グリーズマン、これも初ゲット、まあこれは嬉しいですね。はい、まあ赤旗だったんでね、はい、ラッキーです。じゃあ2枚目いきましょう。ただ欲しいのはねスペインのディフェンスです。さあ残念ながらここも赤旗だけどね、何が起こるか分かんないっす。さあ頼みます。同じくグレード100以上はいってくれ。104 96、まあまあ、はい、オリンピアコス、パーフェクトスティールと高精度ミドルか。はい、さあ
3枚目いきましょう。残り2枚頼む。キハト来ないね、全然来ないね。もうちょっと来てもいいんじゃないかなと思ったりはねするんですけど。はい、グレードは、お、おい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 、パーフェクト3高精度ミドルですね。はい、こんなことあんのかい。ちょっときついな、今の選手2枚はきついな。じゃあ本当に最後いきましょう。キハト来い。まだわかんない、まだわかんない、いけ。カットインもない。なるほど。はい、ということで、残念ながらね、新ナショナルカードの星5はゲットできませんでした、今回はね。はい、ただね、ちょっとガチャ引こうかなと思ってます。こちらのね次回なんですけども、はい、ん、ちょっと労働時間かかってますね。はい、スペインポーランド代表ピックアップ11連ガチャライジングスタジアム特攻ということで、確か2回目で星5確定なんですよね、どっちかの。はい、まあなので、まあ2回で PB500 だから、まあ2回分ぐらいかな、がやっても、それ以上はねちょっとあんまり追いたくないんで、ガーディアン欲しいんでね。はい、ということで、次回はこのガチャやろうかなと思います。はい、よければねチャンネル登録、などしていただけると非常に嬉しいですね。はい、ということで、よかったらまたね次回見てみてください。それではここまでご視聴どうもありがとうございました。さよなら。Don't know where we're gonna be at.